はい、皆さんこんにちは。それではやっていきますか、ポケットモンスター青ね。はい、で前回シルフスコープをロケット団のボス、なんだっけ名前が出てこないよ、榊さんかから取り戻したので、今回はシオンタウンに戻って塔のところをやっていこうと思います。はい、ガラガラ母さんを成仏させに行こうよ。やっぱここの通路何も落ちてないのかな、なんかいろいろ落ちてた記憶があるんだけどな。ちょっとねダージングマシンをねゲットしたら調べられるんですけれども、あとねダージングマシンをゲットするのにポケモン30匹捕まえないといけないという、それに対して今の私は13匹キラン無理やーということで、今回はねちょっとダージングマシンでのアイテムの探索は諦めようかなと思ったら、よし着いた着いた着いた、シオンタウンでは行くよ、行くよ行くよ。シルフスコープってさ、持ってるともう敵自然に見えるようになるんだっけ、どうだっけ。よいしょ、ちょっとゴースとか出てこないかな、ゴースゴースと出てこないか。お、出てきた、カラカラかよ、マジか。まあ嬉しいけどね、可愛いしカラカラ。まあいいや、穴掘っちゃおう、倒す、よし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 。あ、でもカラカラも全部お化けになってたのかな、どうなんだろう。あ、よしよし、これで見えるね、ゴース。まあ捕まえないけどさ、今日はねカビゴンゲットするところまで行きたいけれども、お、これちょっといい感じに HP 減ってるしゲットできんじゃない、ちょっとやってみよう、モンスターボール。ちょっと捕まえないと言っときながらもねこういう状況なので捕まえちゃったっていう。やったぜ、ゴースゲット。あ、仲間には入れないからニックネームはつけないでおこう。はい、オッケー、よし、じゃあレポート書いて、あとはもう虫除けスプレー使っていきましょう。よいしょ、虫除けスプレーたくさん使うから上の方に、まださ登録とかなかったもんね道具の、だから自転車とか使うにもめんどいからさ、やっぱり歩いちゃうっていう。よしよし、新作のポケモンはまたあれですかね、メガ進化出てくるかな、メガ進化ポケモンがまた増える感じになるかな。プテラとかね、メガ進化したらかっこよさそうですよね、メガプテラみたいな。なんかもっとゴツゴツするというか、なんかメガ進化したら、あの子って岩飛行じゃないですか、だからドラゴンがくっつくみたいな。あとはかっこいいな。お、もう頂上かな。よし、行くよ。行くよ行くよ。レポート格好ちょっと何気に緊張するから。あ、ピータンで行くか。あ、でも、そっか、ガラガラだもんな、相手。ガンマで行くか。はい、行きます。立ち去れ、ここから立ち去れ。シルフスコープ。そう、幽霊が現れたけど、シルフスコープが幽霊の正体を見破った。あー、ガラガラ母さん。よし、成仏してください。倒しちゃる。レベル30ってなかなかに高いですよね。確かね、ゲットはできなかった記憶があるな。穴を掘るで。強っ。強っ。ナイスー。レベル40になった。幽霊の正体は、カラカラのお母さんの迷える魂だった。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は、無事天に登って、消えていきました。これね、ちょっと何気に悲しいんですよね。はい、では上に行こう。確かにロケット団がねいた覚えがある。ほら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 、よし、じゃあバトルしていこう。なんだお前は、何しにここへ来た。
お前らを潰しに来たんだぜ。はい、ちょっとここのロケット団のバトルは一人ずつちゃんとやっていこうかな。カットしないで。いけピーターン。まあ10万ボルト無双で。ヒュー、かっこいい。はい、ズバッとか。よいしょ。ついに今日でカビゴンをゲットしたい。本当にゲットしたカビゴン。あ、ゴルバットだ。初めてじゃない？バトルで出てくるの。うわー超ペロペロしとるやん。ベロンチョやん。うわー、これは赤緑の方がビジュアル良かった気がするな。なんかほんとシュールなの多いですね、青になると。よし、勝てたから OK。 まいったか。お、覚えてやがれ。叩きやがれ。すごいベロンチョしてた。マジなんかもう思い出し笑いしそう、あのビジュアル。このおじいさん、ロケット団アジトに来るなりポケモンをいじめたり殺したりするなんてうるさくて、ここで大人の話し合いをしてたところだ。ロケット団ってポケモン殺すまでしてたの。へえ。なんかさ、アニメの武蔵と小次郎とか見てるとさ、なんかロケット団のやってることなんかポケモン盗んだりとか悪いことだけどさ、なんかまだ可愛いって思えるじゃない。なんか武蔵と小次郎もさ、自分の手持ちポケモンに対してはなんか、ね、やっぱり愛情注いで育ててるなっていうのわかるし、でも実際のロケット団はやっぱこういうことやってんのかね、ポケモン殺したりとか。でも何のためにって感じだけどね。よし、ポケモンの世界でなんか牛肉とかさ、羊の肉とかってやっぱりポケモン食べてるんですかね。どうなんだろうね。メリープとかさ、羊じゃん。どうなんだろう。ポケモンなんて商売道具に過ぎない。俺たちの邪魔するんじゃないぜ。なんだよ、それでもお前らポケモン使ってバトルしてんだろうが、こんにゃろが。よし、野菜とかはなんかさすがにね、栽培してそうだけど、俺たちを倒さなきゃじいさん助けられないぜ。で、謎の草とか食べてるような、っていうか食べられなさそうだし、あの子たち。うん、もうお肉とかどうしてるんだろう。よし、ピータン行こう。か、卵とかはさ、なんかラッキーの卵とか食べてそうな感じするけど、どうなんだろう、気になるな。お、こらったか。よし、スピードスターで。次ラッタね、4匹か。まあ、そこまでねレベル高くなくてよかったな。うし、で最後はズバッと。ふう、オッケー。ロケット団に歯向かうとはな。ふう、お前らこんなガキにやられるとはな。クソ、このままで済むと思うなよ。よし、じゃあおじいちゃん助け出して、ポケモンの部屋を早くくれ。はいはい。え、私を助けに来たんですか。どうもありがとう。でも私はカラカラのお母さん、ガラガラの魂を慰めるために進んでここまで来たのです。あー、どうやらガラガラも天国へ向かったようですね。せっかくここまで来てくれた君にもお礼をしなきゃね。ではこれから一緒に家へ行きましょう。ポケモンハウスはこのタワーのふもとです。よし、戻ってきた。うん、カラカラの霊を慰めに行ってたと。あー、あったかい。ポケモンで抱っこするとあったかいんだよね。コダックはあったかいのか。へえ。さて、ムーン君、ポケモン図鑑作りはポケモンに対して深い愛情がないと完成は大変難しい。その助けになるかわからんが、これをあなたに差し上げよう。
やったぜ、ポケモンの笛ありがとうございます。ポケモンの笛を吹くとグーグー眠ってるポケモンでも元気が湧いて飛び起きる。ポケモンが居眠りして困ったら使ってみなさい。やったー、はい、ということでポケモンの笛ゲット。やったぜ。さてじゃあね、このまままたタマムシシティに戻ろうよ。よいしょ、タマムシシティに戻ってついにカビゴン、カビゴン、カビゴン、カビゴンをゲットしに行くよ。あー待っててねカビゴン、ニックネームはなんてつけよう。よいしょ、ちょっとね食べ物縛りなので何にしようかな、楽しみだな。その前にねちゃんとゲットできればいいですけど、やつは多分強いぞ。カビゴンとかメガ進化したらどういうフォルムになるかな。なんか今さなんか丸々しててプニプニしてそうだからさ、逆にムキムキになったりしたら面白いかも。メガカビゴン、違う違う違う、こっちこっち。ちょっとねポケモンの新作が本当に楽しみすぎて、2016年冬だからね、11月12月そのぐらいには来ると思うんですけれども、そうするとさアニメのポケモンも終わりますよね、今の XY のやつ。さてさて、行くよ行くよ行くよ。いるよねこっちに、いるよね、まさかいないオチは。あー、いたー、いたー、よしじゃあやるぞ。よし、一発でゲットできればいいけど、これねあのゲットできなかったら電源消しますってやり直します。はい、じゃあやるよ。ポケモンの笛、ポケモンの笛、はい、このポケモンの笛のメロディーもいいよね。起きろ、カビゴンは目を覚ました。寝ぼけたカビゴンが襲ってきた、来たー、よし、あーかわいいこの足向けてスヤスヤしてるのね、ちょっとなんか休日のお父さんを彷彿させるようなこのビジュアルかわいすぎる。よし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 、スピードスターでどれぐらい食らうかな、レベル30だったよね。あと10万ボルト危ない気がするから、スピードスターと電光石火で削っていきたい。ちょっ電源消しまーす2回目じゃ、もうさっきは何もなかったんや。よし、もうこういう時限って急所に当たるのほんとやめてほしい。もうはい、電磁波電磁波、しびらせせ、しびれさせ、お、頭突き来た、強いね、スピードスター。 OKOKOK、 3回当てればね多分いい感じに減ると思うんだけど、お、ど忘れ、まあね特殊技じゃないから、これで死んじゃうかな。あ、よし、 OK、 いい感じ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 。じゃあちょっとここはスーパーボールでゲットできるかな、いけ、嘘嘘ー、おー、ピータン死ぬか、まあいいや、ちょっとゲットしたら回復するさせるから。あ、やったやった、カビゴン捕まえた、うん、グータラ食べては寝るだけだから、どんどん太っていきますます怠けてしまうらしい。よし、ニックネームつけよう。もうね、見たまんまにするよ、カビゴンは。お、よし、まんじゅう、よっしゃー、まんじゅうゲットだぜ、やった、レポート書かんと、やばいやばいやばい、で、回復させないとやばい。あー、よかったー、ゲットしたー、ふう、一安心一安心。じゃあね、今回はこの辺で終わりにしようかな。ちょっと回復させて、ちょっとねまんじゅうのあのレベル上げについては裏でやっとこうかなと思います。
はい。さて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 。預ける。ゴースはいいね。あと、まんじゅうがね、あれだよ。居合切り覚えさせられるんだったら、ハムサンドちゃんがいらなくなるから、あそこ、あれ、秘伝マシン預けたっけな。よいしょ、引き出しましょう。あった。よいしょ、ちょっと待ってね。覚えられるかな。よいしょ、あー、覚えられないか、まんじゅう、くそ。じゃあ、まだハムサンドはいなきゃダメね。そっかそっか。まあいいでしょう、まあいいでしょう。預ける。ポケモンの笛は必要だね。眠気覚ましがいらなくなるからね。あとはシルフスコープはいらないか。うん、こんな感じ。よーし、じゃあもう一回まんじゅうを見よう。かわいい。頭突き度忘れ眠るか。のしかかりの技マシンがあるから、それはね、ちょっと裏で覚えさせておこうかなと思います。はい、では皆様、今回ちょっと短めの動画に、ね、なっちゃうかもしれないんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。